宮城仙台にヒーリングの出張ご依頼ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、まあ YouTube、 まあ僕の YouTube 見てくださって、そしてご依頼ということで、はい、はい、ヒーリング、スペシャルなんで2時間ですね。はい、はい、初のヒーリング仙台いかがでしたか。はい、不思議な感じでした。うん、仙台の方はなんかここら辺だけ痛かったんですね。うんうんうん、それ以外は痛くて、なんか色が見えて、うんうんうん、最初白いとこに行ったんですけど、うん、で誰もいなくて、次真っ暗なとこに行って、うん、次に綿菓子みたいな、黄色、水色、ピンク、薄紫、黄緑、白にまた戻って、うん、へぇ、なんか不思議な感じがする。ほう、なんか顔のさんがいない。おぉーいない、消えてるあれ、いない、一人で私もここにって思った時があって、うんうん、それも不思議でした。うん、それ結構言われる人いますね。あ、そうなんですか。うん、なんかいつも一人で寝てる時の感覚、うん、あ、誰もいないっていう感じの時が、不思議でした。それも、うんうん、あの一体化してるから、空気と この空間と、空間と一体化してるから、うん、まあないようであるみたいな、いないようであるみたいな感じですね。あれ、私はこのまま死ぬのかな。死にはしないんでね、生態は。うん、不思議です。まあ簡単に言うと、肉体と魂を分離してあって、肉体はここにいるんだけど、魂は別次元でそういったいろんなビジョンを見たりとか、いろんな経験するっていうことなんですよ。時間感覚的にはどうでした？2時間っていう時間、すっげえ短かった。うん、あっという間ですよね。あっという間ですね。うん、30分ぐらい。うん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 。あとなんか遊園地。ほう。って思ったんですよ。こう魂の塊が、うんうん、遊園地に、うん、地球が遊園地、ディズニーランド、うんうん、に放出されて。みんなそれぞれ遊んで、うん、ジェットコースター乗ったり、お化け屋敷行きたい人、あの寒い部屋に行きたい人、うんうん、館に行きたい人、うん、で遊び終わって帰るみたいな図が見えて、おーおーおー、どこに帰るんですか。魂の世界。おうおうおう。でこれがまん丸で、うん、帰ったり遊びに行ったり帰ったり遊びに行ったりっていうのが自由にできた、うん、遊園地ディズニーランド、怖いお化け屋敷には入りたくなきゃ入らなきゃ、うん、うん、好きなアトラクション選べる。ほうほうほう、いや、いいですね。そういうで、最後はなんか記憶のなくなってました、うん、ずっとなんとなくこう感覚があるんです、あったんですけど、うん、最後だけなんか
寝てたのともなんか違う感じ。そんで起きたって感じ。最後だけ。あれは何なんだ。寝てないんです。そうです、そうです。半分、まあ体は休まってて、体は寝てて意識は起きてるって感じ。なんか最後だけ、なんかない、ここだけない感じ。でした。不思議でしょ、ここ。最後。じゃあまあ、まあ受けたばっかなんであんまりその言語化しづらいと思うんですけど、あのまあこれからヒーリング受けたい人とか、あの興味持ってる人にメッセージを最後にどうぞ。これは本当に奇跡のヒーリングだと思う。ぜひ受けるといいと思います。はい。なんかこう充電されてる感はありましたね。充電されてる。充電されてる。おーおーおお、チャージね。これはまさに充電器にはまってるような感じ。自分が。あ、これは充電されてるんだな。そうそう。まあ言ってしまったら僕がコンセントで、受ける人がスマホみたいな感じですよ。まさにそんな感じでした。それを直接にこうケーブルで挿して充電してるっていうイメージなんですね。すごいですね。不思議すぎます。口で表現するのが難しい。ね、難しいですよね、言葉はね。なかなか言葉にできないし、まあそもそも言葉がないですからね。そのピタッと合うものがね。なんかファーって引っ張られる感じもしたし、いろんな不思議な感覚はありました、まあそういったいろんな見てきた感じてきたことをアートにしたっていいですし、いろいろそう、あの、まあ言ってしまったらあれですよ、あの昔のまあピカソとかダリとか、まあ偉人の画家とかも、まあそういった覚醒状態になってそれを具現化してるんですよ、アートだから。いつまでも残るんですよ。で、人の魂に何かこう引き付けられるものがあるんです、そこに。なるほど。それは真理だからなんですよ。そのアートに真理が埋め込まれてるから、だから人は引き付けられるんです、なぜか。いや、なんかあったかいって思った時もありましたし、エネルギーで、暑いっていうかあったかい。あとなんか上の天井からバーってなんか降りてきてる感じもしたし、手からなんかバーって上がってる感覚もあって、まあいろんなことがありますよね。まあ結構視覚系と体感覚系2つですね。色はめっちゃはっきりなんです、最初。楽しみ。そうですね、変わってきますからね。いろんなあのイメージが現実化するスピードが増してますから、それもこう面白がりながら、めっちゃ楽しみです。楽しみながら、日常の変化を。そうですね。はい、じゃあどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。